池田浩二です。2つ目のレースはこちらです。どうぞ。はい、決まった位置から僕も行っただけでそんなに深くもなかったんで、はい、もうまくられないように刺されてもいいからちょっとまくられないようにはしました。やっぱりスタートが結構鍵になってきて、ちょっとでも遅れたら来られるなっていうのは感じてましたね。まあ、優勝するには刺されちゃダメなんですけど、まあ、まくられたくはなかったですね。だいたいですけど、やっぱりそれでも保険かけては行きましたね。ちょっと風も強かったんで、まあ、強弱あってちょっとスタートしづらかったですけど。進入コースはインコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番の並びです。2秒前スタートしました。1番、2番、3番と内の3点スタート揃えています。出ていく1番、2番、3番、1番の展開。まあそうですね、まあ基本的に刺してくるんで2が、まあでもこのもう OK だなと思ってたんですけどね。スタートは絶対正常でした。逃げた1号艇池田が先頭。まあ、ちょっと僕の方が優勢だったんで、あの多分角度でそう見えたと思うんですけど、まあ、ちょっと上平さんもちょっと窮屈な多分ターンになってると思うんで、まあ、刺すことは簡単でしたね。はい、池田浩二の外、二号艇の上平慎二が粘ります。1番、2番、優勝争いでレースは2周目。その後ろ3番手は6号艇。そうですね、やっぱりあんだけ出られるってことはまだまだね、やっぱ狙ってると思うんで、上平さんもここはやっぱ慎重に回りましたね。池田浩二、先頭は1号艇の池田、2番手が2号艇上平、水が入って3番手は6号艇赤岩、すぐ後ろに5号艇柳沢、さらに後ろは4番、3番、先頭2番手はまだ詰まったまま2周目。正直競りたくはないですね。刺しが多いと思うんで、まあ、僕が思ってる以上にちょっとあの締めながら、締めるっていうかそのあまり流れないターンをしなしてたような気はしますけど、そうすると刺しはちょっときつくなるんで、これで後ろが龍太とか順平とかだと握ってくるんでね、また作戦も変わると思うんですけどね。まあやっぱ一番人気だったんで、まあそこはホッとしてますね。ましてやでも抜きだったんで、そうですね、本当にゾッとしますよ。そうですね、評価いいエンジンでしたね。あんまり気にはしてなかったんですけど、その優勝戦の特訓に出た時に、まあ、隣にいた時にちょっとえっと思いましたけど、やっぱり慎重になるんですね、スタートも。だからうちが結構やっぱ有利だなとは思ったんですけど、まあやっぱ差しですかね、2マークのちょっと上まくりに行ったらどうなるんかなとか、まあ、考えたんですけど、自分の中ではもうちょっと飛ばされるかなってまくりに行ったら、ここでしっかり刺せたのがポイントですかね。そうですね、もう決めて刺さらなければもうしょうがないですし、まあ、まくっていくよりは確率が高いかなと思ったんで、実際あんま見えてなかったですね。刺す刺すばっか考えてて、まあ、ちょっと今のは本当に上平さんがちょっと家に行ってくれたんで刺しやすかったですけど、なかなかああいうのはないんで、結構スピード持って回られたりすると刺さらない時も多いんで、まあ、本当一か八かみたいな感じもありましたね。まあ、たまたま本当刺さってくれてよかったですけど。そうですね、もう僕 もう結構年いってきたんで、もう正直もう勝てるとは思ってなかったんですけど、何かが合えばまだやれるなっていう気にはさせてくれましたね。まあそうですね、2桁にはしたかったです。
そうですね、もう本当にやってることって結構もうずっと一緒なんで、それがなんかきっかけで、まあ、流れが良かったりいいエンジン引いたりした時にまだいけるんかなっていう感じはしました。まあそんなに悪いエンジンでもなかったですし、なんか調整もうまくいって、まあトントン拍子になんかいった感じですね。ドリーム取って、そうですね、ここは僕は流れが良かったなっていうのは感じました。浜永さんがちょっと優勝したじゃないですか。あれが14年ぶりだったんですかね、確か。のあれに結構刺激もらいましたね。もともとは上手い選手ですし、なんでここまで勝てなかったのかなとか、なんか感じましたね。それがやっぱできちゃうってことは、まだ僕にもチャンスあるのかなとか、あれがきっかけですよ。まあ、1マーク回ってから、はい、そうですね、ちょっとハンドルの入りがなんか甘かったのかなと思いながら回って、まあ先頭だなと思ったんですけど、はい、まあ、パッと見たらもう上平さんがいたんで、はいはい、びっくりしました。初の SG タイトルがこの2003年のグラちゃん、はいはい、でして、また思い入れのある大会の一つになったんじゃないですかね。そうですね、またここから始まればまた面白いと思うんですけど、はいはい、応援ありがとうございました。しっかり、今年も走って、大村行けるよう頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。池田選手、まあ、やっぱり1号艇ですかね、まあ、1号艇からどん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 ですよ、スキー順でいったら。そういう極端なペラにしないですからね、僕チルト跳ねていこうとかそういう考えがないんで、チャックが拾える時もありますし、浜野屋さんとかはかっこいいなと思いますね。考えもですし、なんかああいう人になりたいなみたいな、人間性もですね、全てにおいてなんかいい先輩だなと思いますね。ああいう人が愛知県にいてくれたらもうめっちゃいいんですけど。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次回も楽しみにしてください。